こんにちは。こんにちは。寒いです。寒いですね。ということで、はい。で今回このフライパンを買いました。はい。このフライパンというと、はい。ドッと入れてパッてパスタ、ほうほう。っていうのをトライアルで見つけたからちょっと買ってみたの。で、これも本当材料ポイって入れて、はい。一度に作るらしい、これ変わった状態だから、これも初めてやるから、はい、ちょっとね、うまくいくかわかんないけど、はい、やってみますね、はい、やりましょう。じゃあ、ゆうちろくん、ほうれん草を湯がいて、はいはい、塩茹でしてください、はい、もうほぼできるじゃあ僕はじゃあ塩だけ入れます。はい、僕はこのこいつ、はい、鮭とほうれん草のパスタにします、クリームパスタにします。美味しそうやろ。美味しそう。まずこのちょっと、はい、なんだこいつは、鮭を、はい、炒めます。はい、はい、ほうれん草が一番難しかもんね確かに茹で加減っていうのだっけね。そうも茹で加減は児玉さんが上手だもん ねパスタ、いや、ほうれん草、ほうれん草、はい、あ、うまそうねおひたし、よう作るよ。あ、そうねうまいもんね、ほうれん草、おひたし、おいしいよね。おいしいですね。ちなみに俺、最近ダイエットやめただろうってコメントも、たまーに見かけるけど、はい、なんだろう、和食ダイエット、バランスのいい食事ダイエットをしてるって、多分なんかの動画でも言ってるけどね。シャキシャキと、やわめどっちがいいですか。もういいですか。いや、シャキシャキでいいよ。オッケー、ナイス。で、普通に昼飯は和食の茶碗、ちっちゃい茶碗一杯と、味噌汁だけを入れたり、でパスタ、だからまあ食事量をまあ普通の量にしたんだね。ご飯おかわりとか大盛りにしないで、でジュースもやめてお茶ばっか飲んでってしてたら、はい、1ヶ月半ぐらい全く減らなかったけど、はい、ここ 2,3 日、突如減り始めて、なんもしてないのに2キロ減った。びっくりした。マジでなんもしてない。謎です、ね、昨日なんかマックのハンバーガー4つ食ったのに1キロ減ってた。多分日頃の筋トレと、そのバランスのいい食事の効果が出てきてるかもしれない。なるほど。こんな感じで炒めて、焦げ色何あれがあれするまで炒めまーす。ほーれ、それそれおー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 、いい感じ、いい感じでしたっけ。で、次裏面に焦げ目ができたら、はい、もう材料を一気に入れます。へぇ、合ってんのかな、合ってるかは分かりませんでもなんかこう、これの料理をどうやって調べたかっていうと、はい、これについてるパッケージしか見てないから分かんないの、これで合ってるかどうか。牛乳入れますね、はい、合ってるかどうかは分かりません、はい、ってことはじゃあ牛乳で、まあ、でも美味しくなったら正解やけん、ね、そうね、パスタ、ここは全然違ったら本当に申し訳ないですパスタ入れます、はい、まあでも確かにとくちゃんの言う通りだよ、うん、美味しくなったらそれが正解、うん、もうマジ本当にやり方合ってるか分かんないですよ皆さん、いないと新しい料理はできませんからね。そうですよ、うん、これはどんぐらいぐらいで、それはもう特徴はおじいちゃんに任せます。完成です。じゃあちょっと存在感があるぐらいで切ります。ありがとうございます。はい、じゃあ俺コンソメ顆粒入れます。はい、もう全部味付けまで一気に、うん、全部終わらして、で生クリームも、はい、多分こういう風に簡単にできるよっていう歌い文句だから、多分いいと思う。生クリームもいっぱい入れます。はい、おいクリームパスタ。でもうあと。これキャップがでかくなった。いや、最後は牛乳のキャップですよ。それは正解ね、なら。あれね、人にでも正解だよな。ほうれん草最後らへんに入れてもいいのかな。塩コショウとかも大丈夫か。あ、そうそう、塩コショウも入れないとね。多分これで、これだけでいいよっていうやつのはずなんだけど。パスタ弱くなったら完成。完成なのかな。確かに塩コショウいるね。こっからがちょっと想像できない、ね、いやでもね、写真ではこんな感じで書いてあったの。でもブラックペッパー入れようとしたら、ね、好きどうぞ、いいよ、大丈夫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 。じゃあ茹で上がり、茹で上がり待ちます。で、OK
早かったな、うん、することないもんね。チーズ入れたくなってくるよね、こんな。いいですね、チーズ。あ、ちょっと柔らかくなってきた。水分だとどんどんなっていく。多分まだカチカチと思うさ。お、やらい、やらい、やらいぞ。やらいさん、やらい。髪の毛太い人のアルデンテ。もうちょっと剛毛、剛毛のアルデンテやけど、もうちょい。じゃあ、おひたし入れます。ほうれん草、はい、ほうれん草クリームパスタ、ほうれん草鮭クリームパスタ、うん、あ、うまそう、うまそうね。水分もほとんどなかった。逆にちょうどよくなる、ね、ちょうど良さそうね、うん、だいぶ水分吸ったって、じゃあ美味しいのかな、こんだけ吸ったってことは。じゃあ取り分けまーす。できました。すごいね。ですね。できるはできるんだ。できるやろ。完成しました。フライパン1個で作ったパスタです。クリームパスタ、うまそうです。そう、めっちゃうまそう。結構うまそうにできたね。鮭ほうれん草、じゃあ俺もチーズかけよう。ならおー、いっぱいかけた。俺大丈夫です。じゃあいただきまーす。ほうれん草鮭パスタ、ほうれん草鮭クリームパスタ。クリームパスタ、やばい、これ早めに食わんと、うん、カッチカチ。キノコ入れてます。あ、確かに、うん、あ、うまっ、うまい、うまい、もう酒の味が、うん、うん、なんか塩加減っていうか、合う、うん、めっちゃうまい。ほうれん草と鮭があって、はい、確かに牛乳を吸った麺だこれは。うん、うん、確かに、カッチカチ。いや、このなんかカッチカチで 水とは違う柔らかさ。そう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 、なんかさ、太い麺があるよ、はい、ね、ねちねちしたというか、はい、なんか太い麺、あれになんか感覚が似てる気がする。なんか、やわくなっとくけど、かたい。でも、めっちゃうまい、うん、もちもち、うん、こんな感じ。へ、うん、もちもち、あ、うまいな。うまい。あの器具、必要だな。うん、めっちゃうまい。あれのおかげで、これができたわけですね。うん、あんなもんちょっと食って、めっちゃうまいよ。うまい。鮭がいい感じ。うん、あ、うまい。めっちゃうまい。うん、鮭がね、麺だけ食っても鮭の風味が、うん、確かに、いや、うん、もちもちになってる。なんだろうこれ。いや、もってもってもね、うん、うん、なんだこの茹で加減は。ということで、あの、フライパンだけでパスタ作ってみました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃうまい、これ。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、し、はい。